この項目では2007年シーズンの J リーグディビジョン2について述べる。2007年シーズンの J2 のクラブは以下の13チームである。このうち京都サンが FC、セレッソ大阪、アビスパ福岡が前シーズンの J1 からの広角クラブである。今期の新規参入チームはなかった。なおこのシーズンから京都パープルサンがが京都サンが FC にクラブ名を変更した。 なし3月3日から12月1日まで行われた。J1 と違い、アジアカップの大会期間中も中断することなく、開催された。福岡、C 大阪、京都の広角組に加え、大補強を観光した、東京 V、例年になく、意欲的な補強を見せた、湘南、J2 上位常連の仙台、年々順位を上げてきたとす、前年度の天皇杯でベスト4にじし三浦。ら、 都谷新監督のもとで、守備組織の再構築を行った札幌など、昇格候補が目白押しであり、混戦が予想されていた。中でも、元日本代表や、大物外国人を揃えた、東京部位は注目されていたが、序盤に7連敗を喫するなど低迷。また CE 大阪も序盤にもたつき津波、都文新監督が5月に早くも解任されるなど、位に沈んでいた。 上位争いは、福岡、山形などが一時主位に立ったが、その後失速。浮上してきたのは剣手速攻を武器に手堅いサッカーを展開した札幌だった。第14節から第20節まで7連勝を上げるなどし2位に勝ち点差10以上をつける、独走体制、2位以下は、団子状態でシーズンは続いていった。だが、札幌自慢の剣手が八月下旬に突如崩壊。 負けが込み始めた。その間に、仙台、京都などの2グループ、さらに序盤に低迷していた、東京 V と C 大阪が、驚異的なおやげで、再び昇格争いに参戦、大混戦となった。第4クールに入ってからは負けたチームから、昇格争いから脱落というサバイバルゲームの、様相を停止、徐々に絞り込まれ、最終節を残した時点で1位東京 V、2位札幌。 3位、京都までに昇格の可能性が残っていた。中でも東京部位は、得失点差で大きくリードしており、事実上の昇格決定という状況であった。そうして迎えた、最終節、東京部位は、新大阪に2点リードの状況から追いつかれ引き分け。札幌は、水戸に1点ビハインドからの逆転勝利で、逆転優勝、J1 昇格を決めた。 東京位は2位に落ちたとはいえ7連敗から都頭の追い上げで自動昇格権を確保した。3位には京都が入り、J1J2 入れ替え戦へと回ることが決まった。下位に目を向けると9位以下はかなり引き離された結果に終わり、サッカースタイルの転換を図ったミトが12位、徳島が2年連続の再開となった。なおこの年のセレッソ大阪は、 長いスタジアムが2007年世界陸上選手権開催のため8月まで暫定的に長い第2競技場に本拠地を移している。最終更新は2007年12月1日の試合終了時出展 J リーグデータサイト順位の決定基準1勝ち点2特失点差3得点数ありがとうございます。